て思い出せなさすぎでしょう。まあそうなんだけどね。男の人と会話してその時のことを覚えてない。おっとくるみ、何か思い当たる節があるのか。なんか催眠アプリのシチュエーションみたい。黙ってろなんだこいつらラーメン組ちょっと端寄ってて主人公がサシで聞くから。催眠アプリ実在していたのか同人誌愛読家の回やだな本当。せめてやるなら真面目なターンじゃない時にやってほしいわ。してないしてない。そんな怪しげなもんはネットと薄い本の中にしか存在してないから安心しろ。いや存在しててほしいけどね。二次創作というものは言ってしまえば人間の欲望の塊そのものなんだから、それが実現したらなんて嬉しい世界なんでしょうっていう気持ちになって晴れ晴れした日常を過ごせると思うんだよな。そうなの？本当に？存在してないならいいんだ。まあ、あくまで地球人ではっていう話だからね。クラビーみたいな異世界人ってなると、疑似催眠アプリムーブっていうのも簡単に可能なんだよな。本人が気にしてなかったから、俺も特に気にしなかったけど、やはり漫画やアニメ、ましてや同人誌だけで世間の常識を手に入れるのは無理があったか。なんで全部二次創作だけで三次元を網羅できると思ったんだ。催眠アプリって何？木下さんいいよ。耳を傾けちゃダメだ。君は汚れてはいけない。その綺麗な銀髪が真っ黒に染まってしまうぞ。催眠ってあれ、手が開かなくなりますよとか。可愛いな白石さんもう頭が幼稚園児あれ知らない、もしかして一般的な知識じゃない。こいつも一般教養ねえのかよお前ちゃんと十数年間この世に生を受けて生きてきてるだろなんでポットでの天使と同じ脳内してんだよ。一般的ではないだろうな多分。でも知ってたよね。なんで天使と同列だったら大丈夫みたいな感じなのお前の大好きな友達たちと比較しろよ。ノアの場合、世間というか日本の常識について学んだ資料があまり一般的ではないからな。そうなのか。おそえ、その反応す今までボケとかじゃなくて、なんかノアの鉄板ネタとかでもなくて素なの。それに谷風くんだって。俺はまあ男だし、むしろ小ひばりさんが知ってる方が意外だもはや意外でもないけどねあのイラマチオ事件の一件以来からクルミの印象ってガラッと変わったからな。クルミなんか出現してそうだな今までで白石さんとか木下さんが突っ込めないだけでいっぱい非常識的なこと言ってたんじゃないか。アプリって言うからにはスマホのアプリだよね。ストアにあるのかな木下さんそこ深掘りしなくていいって白石さんの話もうちょっと深掘りしようよ待ってやめて、調べる必要はないから。そうだよ、木下さんの Google の検索履歴に催眠アプリなんて導入されちゃダメだいやでも地下に関わることなら。関わんねえよ友達思いなところは十分見せてもらったからいいよ木下さんしてない、関係してない。アプリ云々はただの雑談、軽口、ジョークだよ。本気にしなくていいから。それよりもまずは地下のこと。どの口が言うんだ結局男と話をしたものの会話の内容が思い出せないってこと。そういうこと。ちなみにどんな男だったかは思い出せるのか。いやそれもちょっと難しくてさ。やっぱ病院行けよお前そんな記憶障害のやつおらんわてかもう話の論点はそこじゃなくて、気づいたら増えてたものに注視した方がいいんじゃないか。顔もぼんやりしてるけど、それは元々だと思う。人の顔を覚えるとか苦手だから。わかるマジで月野が主人公と2回目ばったり会って反応できたのめちゃくちゃすげえなって思ったもん。俺も人の顔とか名前覚えるの苦手。人の顔なんてよっぽど意識してないと覚えられない。それは不思議があるようなことではないだろうけど、記憶が飛ぶなんて普通はありえない。うわ、BGM 不穏。なんか急に怖いムードになってきたじゃん。真面目ターン入る？木下さんが言うには、昨日の時点で何を話したのか思い出せない状態になっている。小ひばりさんが言った、催眠アプリではないけど、まさか？やっと気づいたかお前てか、ノアは気づいてんのかな？気づいてねえな、あいつ。まだピンク色モードで止まってんな。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。